はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、イオンオリジナルイオンバスマゼンタカラー仕様を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはイオンオリジナルのイオンバスマゼンタカラー仕様です。もうイオンオリジナルも第42弾になるんだね。で、車種の方は三菱ふそうエアロスターです。で、正面の方を見ていくとこんな感じだね。行き先表示の部分はイオンショッピングセンター行きになってるね。で、ヘッドライトの部分はシルバーの塗装になってます。で、それ以外は特に大きなプリントはないね。で、側面の方はこんな感じのデザインだね。イオンっていうのが大きくプリントされてあって、入り口と出口っていう部分がプリントされてます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。この部分にはイオンってプリントがされてあって、テールランプはレッドの塗装になってます。バンパーの部分もブラックだね。で、運転席側はこんな感じだね。中央の部分にはイオンのロゴとイオンショッピングセンターっていうのがプリントされてあります。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。特に上の部分にもプリントはないね。内装のデザインはこんな感じだね。運転席の部分もマゼンタカラーなんだね。で、お客さんの席はこの部分はブラックのクリアパーツになってるのかな。で、タイヤの方はバスのモデルなのでサスペンションはついてないです。あと、ドアが開きそうだけどこれも開かないね。で、後ろの方は三菱ふそうエアロスターのナンバー8番の2017年のシャーシーになってます。さすがタイトルにマゼンタカラー仕様って書いてあるだけあって、なかなか奇抜なカラーリングだね。だけど、このカラーリングのモデルはちゃんと実車で存在してるっていうところが面白いね。でも、こうやって見てみると少しプリントの量とかは少なめだね。実車のデザインがそういう感じになってるからしょうがないのかな。でも、最近のバス会社さんが出す特注トミカを見てるとちょっと寂しい印象になってるかと思います。箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。で、この部分にイオンオリジナルのロゴがプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はイオンオリジナルのイオンバスマゼンタカラー仕様を紹介しました。イオンバスの実車のカラーリングがそのままデザインされてて面白い一台だね。でも、このマゼンタカラーっていうのは結構好き嫌いの分かれるカラーリングかな。で、イオンオリジナルの特注トミカには以前はチューニングカーシリーズっていうのもあったけど、いつの間にか終わっちゃったのかな。なかなかチューニングカーシリーズってデザイン良かったんだけどね。バスもいいけど、チューニングカーシリーズが復活してほしいです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。